こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国大統領選も終焉となり、バイデン大統領の誕生での対中政策の行方が注視されている中、台湾海峡を年末、米駆逐艦2隻が通過、抑止力を上げるため行動を起こした。台中の睨み合いが続く中、台湾海峡通過、今回もう少し詳しく見ていきます。裏には香港問題が大きく引き金を引いているとはね。2020年末日、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の4番艦、カーティス・ウィーバーと同6番艦のジョン・S・マケインが揃って台湾海峡を通過したと報じられた。これは、両艦が所属する横須賀に拠点を置く第7艦隊が公式に発表したものであり、これまでも同様の内容で実施されている。アメリカ海軍の航海の自由作戦の一環だとみなされる。アメリカは、こうした行動を国際法に準拠した行動であるとの立場を示しているが、中国は東シナ海や南シナ海、そして自国の一部と主張する。台湾周辺海域でのこれらの行為に例によって反発している。アメリカ海軍の航海の自由作戦は、このところ複数都市継続されており、もはや、累計で、どれだけの数が、この活動を行った、かすら指摘しづらいが、2019年には、フランス海軍艦艇も、同様の行動をしている。この2021年には、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスを、中心とする空母打撃群が極東方面に長期間派遣されることも決定しており、こうした傾向はますます強化される方向に向かうと思われる。ただし、中国海軍は異常な速度で艦艇や航空機、地対艦ミサイルの配備を強化しているため、かつての台湾海峡危機のようにアメリカ海軍は大型航空母艦を差し向ければ抗えなかった頃とは同一視できない。アメリカの軍事関係者の中にも、東シナ海や南シナ海、そしてこの台湾海峡でのアメリカ軍の中国軍に対する軍事的優位性は低下していると見る向きは多く、局地戦では不利という憶測すらも出てきている。中国海軍は国産の航空母艦の建造に呼応するかのように新型の055型駆逐艦を2020年からすでに2隻就役させており、今後も合計で10隻以上を投入してくるのではないかとの見方が有力だ。055型駆逐艦は毎級052型よりさらに大型化され、満載排水量1万2000トン以上、全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルの船体に中華製のイージスと呼ばれるセンサーレーダー類と兵器システムを搭載している。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のカーティス・ウィーバーとジョン・S・マケインは同じくフライト1型と呼称される同駆逐艦の最初期のモデルの艦艇である。その仕様は、満載排水量8850トン、全長 153.77 メートル、全幅 20.27 メートルであり、満載排水量で見た場合、
中国の055型の約 73% の容積と小型であることは間違いがない。この大きさの違いは、主兵装である VLS 数の違いに現れており、RA マーク9フライト1型が合計90セルであることに比べ、055型は112セルと2割以上も多い火力を備えている。ただし、RA バク級も、最新のフライト IIA 型では若干船体を大型化していることもあり、VLS も同様に96セルまで拡張されており、これは海上自衛隊の最新鋭のマヤ型護衛艦と同数である。そもそも、RA バク級ミサイル駆逐艦1番艦の収益は、1991年まで遡り、ここから数えれば、すでに30年を経過した、かなり設計自体から時間を経過してしまった艦艇だと言わざるを得ない。この後に、アメリカ海軍は、新機軸を満載したズムボルト級駆逐艦を建造するがあまりに先進的に過ぎた、そのパッケージの実現は困難を極め、建造費用の高騰もあって、わずか3隻の生産で打ち切られた。ズムウォルト級駆逐艦は、高度なステルス性の追求や手法など随所に従来艦を超える能力を持たせようとした意欲的な艦ではあったが、それゆえに兵器に求められる無難さ、安定感を著しく変えてしまった。この失敗は、世界で最大の規模と実力を持つアメリカ海軍であっても、無、ビューではないことを知らしめたが、皮肉なのは、旧ソ連の崩壊で現実的な、進化の必要をなくした兵器がそれゆえに迷走した事実だろう。以降今度は、中国海軍の増強に直面することとなったアメリカ海軍は、2005年で一度休止していたアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の新造。5年後の2010年度に再開し、今に至っている。こうした経緯からアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は息の長い艦艇となっているが、すでに設計自体の旧式化は否めず、予算不足で後継艦の構想は確定してはいないが、近年中には見えてくるだろう。予測としては、満載排水量で約1万5000トンにも達したズムウォルト級よりも小型だが、RA マーク級の最終形であるフライト3の同9700トンよりは大型化するとの見方が一般的だ。アメリカ海軍は、ズムウォルト級の失敗から、兵装面でも現在の延長線上にある技術を中心としたものを、新型駆逐艦では採用すると、見なされており、その意味でも、055型に近いスペックだと思われる。しかし、アメリカの新型駆逐艦は、日本にとっても、対岸の火事ではなく、これまで、RA バク級ミサイル駆逐艦をベースに、混合型護衛艦以降を建造してきただけに、非常に気になるところだ。